このザグザグという工具はかじり取りながら形を成形するのに便利です。2つの刃の間にガラスを挟んで、ニッパーで切る要領で、削っていきます。こういう感じですね。微調整しながら少しずつ、食い切ることができますので、少し角が残ってしまった時などその角を落とすのに便利です。実際どのような時使うか、例えばこのガラスピースは、この部分に小さな切り損ねが残ってしまってます。これはもうオイルカッターでは切れませんので、このザグザグを使って削り取ります。マジックの毛書き線がありますので、その内側を狙ってこのように挟み、力を入れて食い切ります。このような要領ですね。これでこの角が取れました。同様にこのピースは、本来ここがカーブでなければいけないのが少しとんがっています。ここもこのザグザグで削り取ってみたいと思います。ちょっとずつ削っていって丸くすることができました。